役所の原稿を朗読するなどと発言して批判を浴びている江崎沖縄北方担当大臣が。閣議後の記者会見で改めて釈明しました。腹水盆に戻らずでね、一度活字に残った以上。私の言葉足らず。これは大いに反省。撤回はしません。実際。あの不用意なことを。 あの言ってましたね。江崎大臣は今日午後、沖縄県を訪問し、尾長知事と会談します。明日はアメリカ軍、普天間、基地などを視察する予定です。江崎大臣の発言に関連して、自民党の二階幹事長は今日の記者会見で、閣僚の発言は常に慎重であってほしいと願っていると苦言を呈しました。